アイルランド聖公会。アイルランド聖公会。アイルランド聖公会。英語。チャーチオブアイルランド。アイルランド語。イーグレイ・ NAA ンは、キリスト教の一派のアングリカンコミニオンにおいて、自治権を持つ、大教区の一つ。主に北アイルランドとその国境付近のアイルランドで、信仰されている。アイルランド地域における国境であった時代もあったため、アイルランド国境会とも訳される。他の、 性公会各派と同様に、カトリックとプロテスタントの中間的な協議であるとされているが、アイルランド聖公会では、特にアイルランドの古伝、行動、カトリック、首都継承協会、ザエンシェントカトリックアップストリック、チャーチオブアイルランドと改革されたプロテスタント協会、A、リフォームドプロテスタントチャーチの二つの要素で、形作られているとする独自の解釈を持つ。 イングランドの教会がイングランド国教会としてカトリックから独立した際、アイルランド内の教会も同様に教義が変更されプロテスタント化した。聖公会はアイルランド人の大半がカトリック信仰を忠実に守る中、今日でもアイルランド人の大半はカトリックであるであったものの国境と定められた。また、アイルランドの教会財産のほぼ全ては、 アイルランド制公会に引き継がれることとなり、そのため今日でもアイルランド内の教会や教会が保有する財産の多くを所持している。その後もアイルランド内では少数派でありながらも国境の地位にあったが、これは1871年1月1日に自由党政権ウィリアム・グラトストン内閣時におけるアイルランド自治拡大の一環として国境が廃止されるまで続いた。今日、 アイルランド聖公会は、アイルランド島で、カトリックに次いで2番目に、大きな教会である、北アイルランドでは、カトリック、長老派教会に次いで3番目。運営機構は、一般人と聖職者の総会によって運営され、12この主教区に分けられている。現在、聖公会の最高権威である、二羽が、もう一つの大主教である、ダブリン大主教二羽が就任している。 アイルランドのキリスト教会の起源は四百三十二年、西ローマ帝国末期の聖パトリキウスによる伝道にまで遡る。中世初期にはアイルランドはケルト系キリスト教の中心として流盛した。修道院中心の体制と独自の歴法や慣習などを持ち、ローマカトリック教会とは一風異なる一勢力を築いていたが、大きな目で見れば西方教会の一派ではあった。 また、当時まだカトリック、ローマカトリック教会及び、聖教会を含む、行動の教会と、東方諸教会の決定的分裂が起きていなかったこともあり、コプト教会、ゲコプト聖教会やシリア教会、ゲシリア聖教会ともつながっていた。旧世紀頃にアイルランドは度重なるバイキングの襲撃にさらされて、修道院が衰退するとともに、 イングランドやヨーロッパ大陸からベネディクト海やアウグスチノ海などローマカトリック教会の勢力が進出した。1155年に教皇ハドリアヌス4世が発布した教皇直書、によってアイルランド支配の宗教的な正当化の根拠を獲得したヘンリー2世は1171年にアイルランドへ進行しイングランド王として初めてアイルランドに上陸して 教皇から授けられていたアイルランド教、ロード・オブ・アイルランドの地位に基づき支配を開始した。以後アイルランドにはイングランドの支配が次第に及んでいき、同時にアイルランドの教会に対するローマ・カトリック教会の支配も進んだ。中世後期にはアイルランド独自の教会組織や伝統はほとんど消滅し、アイルランドはローマ・カトリック化された。古代から 中世初期のケルト系アイルランド教会については、ケルト系キリスト教を参照。宗教改革のただ中である1536年、ヘンリー・パッセイはアイルランド議会からアイルランド国教会の主張に指名された。ヘンリーの子エドワード6世の下で、イングランド国教会のプロテスタント化が進行するのに、伴い、アイルランド国教会においてもプロテスタント化が進められた。 エリザベス朝の宗教統一においては2名を除いて主教全員がこれを受け入れアイルランド国教会において使徒継承があるとした。またイングランド国教会とカトリック教会が疑っていたカンタベリー大主教マシュー・パーカーの序任性別の形式の正当性についてナグスヘッドの作り話。イングランドは序任においてローマの許可とそれが決める方式を取っていなかった。 しかし、パーカーを性別した4人のうち2人は1530年代にはを使っていたは関係がないとした。つまり、マシュー・パーカーの性別を正式なものと認めた。アイルランド国教会は、イングランド国教会よりも一層根本的にカルバン主義への転換が行われた。後のアーマー大主教であるジェームズ・アッシャーは、アイリッシュ・アーティコルズを表し、 これは1615年に採択された後1634年、アイルランド主教区会議においても、イングランドの39箇条と共に協議とされた。1660年の王政復興後も39箇条は優位であったようで、国境から廃止された後も公式協議であり続けている。アイルランド五薬聖書の刊行も協会が行い、初のアイルランド新約聖書の作成はの、 ニコラス・ウォルシュが行っていたが、完成前の1585年に死亡したため、翻訳作業はその部下であった、ジョン・カーニーとネヒミア・ドネアンが引き継いだ。その後この作業は、ドネアンの公認のトゥアム大主教であるウィリアム、オットム・ニュイル、ウィリアム・ダニエルともに引き継がれ完成し、1602年に出版された。旧約聖書についてはである、1571年から1642年。 によって行われており、チャールズ一世の時代には完成していたが、1680年まで刊行されなかった。なお、1680年に刊行されたものは、ダブリン大主教1638年から1713年による改訂版であった。ベデルは他にも、成功回帰当初の翻訳も1606年に言っている。 イングランド国教会において適当書は1662年に改定されたが、この翻訳はジョン・リチャードソン、1664年から1747年によって行われ、1712年に刊行された。アイルランド社会の上層部を占めていたイングランドからの入植者、アングロイコールアイリッシュを中心に、アイルランド国教会は信仰されたが、大多数のアイルランド人は、 カトリックのままであり、現代に至るまで、カトリック教徒は、アイルランド全体での多数派であり続けている。なお、北、アイルランドに多いスコットランドからの入植者、スコッツイコールアイリッシュは、主に長老派教会を信仰する。宗教改革以前により、アイルランド国教会の一部の聖職者はとして、アイルランド貴族院に居座っていた。合同法が、 アイルランド議会において可決され、アイルランド議会が解散すると、イングランド国教会に属する二人の大主教、それぞれカンタベリー大主教とヨーク大主教及び二十四人の主教と共に、アイルランド国教会からは一人の大主教と三人の主教、持ち回りが新しくなった、ウェストミンスターの貴族院において、聖職者議員として加わった。1833年、 イギリス政府はアイルランド国教会の教区を大主教区と主教区合わせて2 2にあったものを12に減らし教区に使う歳出とその地域におけるアイルランド国境と全体から見れば少数派の監督を統合した。これは聖公会系協会に広い影響を及ぼしたオックスフォード運動の一員となった。この統合によりカトリックの主教区とほぼ同じ形で存在していた。 主教区はその形を変えることとなり、また同時に4つあった、大主教管区もトゥアム大主教管区とキャセル、大主教管区が統合で消滅、現在の北部大教区、アーマー大主教管区と南部大教区、ダブリン大主教管区の2つとなっている。国境の地位にあるアイルランド国境界は、全体では少数派であるという事実を無視する形で、 その歳入を全アイルランド住民に課せられていた10分の1税から得ていた。しかし10分の1税は1831年から1836年に起こったのような爆発につながる要因の一つでもあった。その後10分の1税は廃止されたが、より軽い税である10分の1地税、滞山所持と呼ばれる税にとって変わった。1869年にが可決され、 1871年に施行されるとアイルランド聖公会は国境としての役割を終えた。聖公会はアイルランド政府の支援と政府への影響力を失い、また多くの教会とその財産を政府に明け渡した。それらの保障は聖職者たちに与えられたものの、多くの小教区は使用料を生み出して財政に貢献していた土地と建物を創出したことにより、 非常に辛い経済状態に置かれた。1870年にアイルランド聖公会は総会によって運営される統治機構と財政管理を担当する協会代表法人レプレゼンタティブチャーチボディを制定した。他のアイルランド協会と同様アイルランド聖公会も1920年にアイルランドがしても分裂を起こさず、 今日に至るまで島全体において同じ規則の下で運営されている。現在のアイルランド聖公会は公共会派。これはしばしばとも呼ばれるに属する小教区をいくつか含んではいるが、聖公会の中では提供会派に属しているとされる。歴史的に見ても、教会の姿勢について、教区間で多少の違いがあったが、ここ数十年で公共会派や福音派、 帝教会の中の福音派の中でもいくつかの際立って自由主義的な教区では大きな変革があった。これはアングリカンコミニオンにおいてはが1857年に認められ、1871年に廃止されて以来の大きな出来事であり、1991年に初めて女性を司祭に任じた大教区の一つでもあった。アイルランド成功会は二つの大聖堂。 カテドラルイコール司教座聖堂をダブリンに保有しており、死壁跡の内側にあるのがクライストチャーチ大聖堂。ここにはダブリン大主教の司教座イコールカテドラがあるで、ちょうど死壁の外側にあるのがセーパトリック大聖堂。1870年に国立大聖堂に指定されたである。なお、大聖堂は他の主教区にも一つずつ存在する。また、教会は ダブリン南部の郊外にあるに、アイルランド聖公会人学校、チャーチオブアイルランドティーロジェクルカレッジを運営しており、教会の中央事務所はに、アイルランド聖公会教育学大学、チャーチフ、アイルランドカレッジオブエデュケーションと隣接してある。1999年に聖公会は、聖パトリックキー外を掲げることを禁止した。しかし、現在でも北アイルランドの多くの教会では、 イギリスの国旗を使用している。20世紀を通じて、アイルランド成功会では、アイルランド共和国にとどまらず、京都の75%が住んでいた北、アイルランドにおいても大幅な京都の減少が起きた。しかし、共和国側においては、直近2回の国勢調査において、京都の数は大幅な増加を見せ、現在では60年前の水準にまで戻している。 それにはいくつか理由があるとされているが、一つはカトリックにおいて、宗派がカトリックとプロテスタントの夫婦の愛の子は、カトリックとして育てられるべきであるとしたという規則が緩和されたことがある。また、近年の成功会派の人々のアイルランドへの移住も理由の一つとしてある。加えて、いくつかの教区、特に大都市の中流階級が、カトリックから宗派外をしていることが分かっている。 実際、カトリックから任命された神父の何人かも、アイルランド聖公会に宗派外をしており、加えて、多くの元カトリック聖職者自身もアイルランド性、公会神徒として、聖職時任している。アイルランド共和国が行った2006年の国勢調査では、自身がアイルランド国教徒であると答えた人が、全国的な増加を見た。割合で最も大きな伸びを見せたのが、西部、 オールウェイ州、名誉州、ロスコモン州であり、数字上の伸びでは、中東部、ウィックロー州、キルデア州、ミース州が最も大きかった。ウィックロー州は、アイルランド国境とが高い割合、6.88%に上り、州内にある都市は、全都市の中で最も高い割合、9.77%となっている。2007年に、生殖時任された人数は、 カトリックが9人だけであったのに対し、アイルランド聖公会は20人であった。アイルランド聖公会の運営形態は、他の聖公会派と同じく監督性をとっている。教会自体は、宗教改革以前のものもそのまま使用しており、地理的な小教区、パリシアスは、教区、ダイアシスに内包されている、死と権との関係のようなもの。教区は12で構成されており、 それぞれを主教がまとめている。さらに、南の僕区はダブリン大主教がまとめており、北の七区はアーマー大主教がまとめる形となっている。これらは、尊敬を込めて前者はと呼ばれ、後者は全アイルランド主座主教と呼ばれるが、この呼び方においては、アーマー大主教が上であることが明示されている。しかしこの差は、アーマー大主教の方が、ダブリン大主教と比較すればわずかに大きな権限を、 持っているという程度である。なお、アーマー大主教は、教会のトップ、そしてスポークスマンとして尊敬されており、またその選出には、他の主教とは別の過程をとっている。教会法及び、教会の方針は総会によって決定され、方針の変更には、主教院、ハウス・オブ・ビショップスと代表院、ハウス・オブ・レプリゼンティティブス、司祭と、 一般信徒からなるの両方で可決されなければならない。ただし重要な変更。例えば女性を生殖につけるといったものについては3分の2の可決が必要とされる。投票について代表員は、慣例的にしばしば公開投票を行う一方で、主教員は、総会で結果が出る以前に非公開で投票を行う、傾向がある。これは、過去に一度だけ破られたことがあり。 1999年5月18日、この年のキリストの昇天の日、近郊野において、アーマー主教区と総会の代表者たちが南極を打開しようと試みる中、主教院はアーマー大主教の努力を認めるために、公開投票において満場一致で可決した。アイルランド聖公会は、主教、被執羊という三つの聖職者階級で構成されている。 祈祷書の最初の翻訳は1606年に出版され、1662年に作られた、改訂版は1712年に出版された。アイルランド聖公会の中心教義はイエス・キリストの聖書とその復活である。中心的な教義は以下の通り。聖公会の主な三要素は聖書、伝統、理性であり。 これら三つは互いに強く擁護し互いに強く批判する関係にある。この三つのバランスは16世紀の神学者、リチャード・フッカーの業績に由来している。フッカーの考えにおいて、聖書にはっきりと書いてあるものが、教義になりうるものであり、また聖書にはっきりと述べられているものは、本当のことであるとする。不確か、不明瞭なものについては伝統に入るものとして、 そして以上のものは理性によって監視される。アイルランド聖公会は他の聖公会と同様にキリスト教団体の一つであり世界協会協議会の一員でもある。他にアイルランド協会協議会にも参加しておりボルボーコミニオンの一員でもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。